はい、ということで今日もモンスターハンタークロスの実況をさせていただきます。私実況者のチャチャチャと申します。どうぞよろしくお願いします。 YouTube からご覧の皆さん、どうぞ右下の高評価ボタン、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。モンハンのお時間だー。あやまじゅんさんさん、よしやるか。じゃあお前ら、よし、あいライさん、こちらにお邪魔し、ちょっと暑いから一枚脱ぐね。タタタタララッタラッタラッタタララ、まああの脱いでも別にもう2枚ぐらい着てるんやけど、やっぱ3枚着てたから2枚ぐらい着てるだけやねんけどな。古い、うるせえわ。119個目さんいらっしゃい。はい、めっちゃまっちゃんいらっしゃい。最後のクエストをすバレちゃいらっしゃい。これ異常瞬間、これうちの最後のクエストやで。これやるやで。雪山の2頭やな。これどうしようかね。右下の可愛い、めっちゃ悩んでるんやけどさ。このね、デザイヤーでいくか、すごい夢でいくか迷ってて。ルッチさんいらっしゃい。ギギさんいらっしゃい。どっちがいいと思う？ねえ、最後に来たこれが。よし、お、34位、ありがとうね。装備なし、嫌です。嫌です。自分でやってください。あ、クックロビンさん、汚い、臭い。汚い、臭い、気持ち悪いの、3K のクックロビンさんいらっしゃい。最後ね、なんか、ティガレックス2体のやつ。チャークで、アセロラさんいらっしゃい。よいしょ、すごい見に行こっか。ね。安全に行こう。すごい目が安全やから、安全に行こう。よいしょ。よし。表彰値がね、足りないんだよね。そこが問題。あ、そういえば女裸縛りパート1。もう昨日なってたらしいけど、40万再生ありがとうございます。言われて気づいたんやけどな。100個中5個目さんいらっしゃい。DL? ありがとうございます。ありがとうございます。40万再生ありがとうございます。まやさんいらっしゃい。よいしょ。ダウンロードで50個もらった。え、いつ以来のやつ ?166 個さん、ヒロさん、リュウさんいらっしゃい。多分もらったと思う。あと60万回見に行きます。うん。よろしく。あと60万回見に行ったらミリオンだからよろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、間違えた。この人に話しかけてもらえるやつやろ？アイテム、ダウンロード。アイテム受け取り。あ！蜂蜜ハンターパックだ。あら、私これさ。おー！裸縛りの方でしか受け取ってなかったわ。191個目サインして、80個もらった。やった。さんいらっしゃい。私、どっちかのアカウントでしかダメなんやと思ってたわ。いけるんやな。いけてるー。ユータパック、そう。ユータパックで。いけてるー。あ、キーシュルさんいらっしゃい。よし。そう、救出時落ちとるやっけ。パクーパクー。アイリンさんいらっしゃい。やったね。やったね。成し遂げたね。さあ、どうしようかな。どうしようかな。絶対、絶対的にあれやんな。めっちゃ合流するやんな、あいつら。あいつら絶対めっちゃ合流して、なんかめっちゃ邪魔してくるがいねん。アイテムすごいくれる。音も選択、レベル順。あ、そうだ。連れてけんがいねん。いいや、こいつで。サブのやついいや。リンゴさんいらっしゃい。めっちゃ合流、めっちゃ分離。よし。じゃあ行くよ。行くで。ワイワイやるで。この長い長い。登り坂を登っていくで。ちゃっちゃん。変に可愛すぎ。よいしょ。おー、ツンツン。回復アイテム足りないにゃ、多分。
ても足りないな。間違いないな。栄養剤、あ、栄養剤グレードが少ない。あ、活力剤でいいんだ。活力剤とケルビンの角。ケルビンの角。こんばんは。225個目さん、226個目さんいらっしゃい。230個目さんいらっしゃい。よいしょ。村子なんだ、集会所上位ぐらい体力ないよね。まあ何やる？ジョーは、なんだっけ、周辺のジョーは結構体力あるし。ものによる。よいしょ。えもこちゃんいらっしゃい。ハム太郎さん230個目さんいらっしゃい。どうも素材の後ろ。どこや？切れそう。切れそうや。ケルビンの角切れそうや。なさすぎて切れそうや。なんやね。どうも素材の後ろやから。こっか。あったあったあった。よし。あった。236個目さん、シルバーさん、直木さん、シフォンさんいらっしゃい。へぇ、もう、キャラソ、装備教えて。装備は、T シャツ、中に T シャツ着たよね。それで、ロンティーみたいなその上から着てて。ねぇ、なんか、なんだろう、これ。なんか、布地のズボンみたいなの履いてて。その中にメディキットみたいなのつけてる。髪の毛を後ろで縛ってるよ。シュシュで。そんな装備です。よいしょ。そう、リアル装備。あ、喉なんか詰まった。あ、失礼。なるほど。あじってさん、253個目さんいらっしゃい。あ、ほんとだ。彼氏装備ないじゃん。ない？彼氏装備あるよ。あ、片方ないや。片方ないから彼氏の片方を装備ちょっと作るか。いいよー。よいしょ。後ろの骨なんやろなー。ブーメラン性能のやつがええんやけどな。これはええねんな、確かな。ちょっと待って、装備変えたらいいんじゃない。いや、いいやん、これでいこう。はい、こん彼氏裸縛り。シープさんいらっしゃい。ちょっとめんどくさくなっちゃった。めんどくさくなっちゃった。行きまーす。行くぞ！あ、今気づいたけどなんか、コメント欄変な感じだね。コメント欄汚くない？いや、ラッチーが、おそらくラッチーが、発言したから汚いっていうのはもちろんあるんだけど、ね。ラチーが発言してるから汚いっていうのはあるんだけど、タチミヤ9個目さんいらっしゃい。汚い。うん、汚い。ラチー汚い。よいしょ。ほい、くっさくさやからな。おいしょ。なんか匂いますね。そう、ラチーうんこやねん。おいしょ。おいしょ。こんなもんかな？上限のスタッチな。おい、やめ、縁画町、エビさん、288個目さん、289個目さんいらっしゃい。レッツに黙って役目でしょ？小足投げたの。小足たの。よいしょ。さあ、行くぞ。行くぞ！行くぞ、行くぞ、行く、行くぞ。よーし、行くぞ。だよ、だよ。あまに、にゅ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 。あれだよ、ラッチちょっとめんどくさい感じだよ。なんか、ちょっと、いじってほしいみたいなとこあるけど、あんまりいじりすぎたら、なんかイラッとするタイプだから、なんか、やっぱり38歳だから、39か。なんか、ちょっと、いっぱしにプライド持ってるから、めんどくさい。そうそうそう。だからみんなあんまりいじりすぎないでね。うん。30、ははさあ、怖い。よいしょ。さあ、行くよー。行く行く行く。39。よいしょ。ダンデッチュ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 チ
愛していますがり。いた。こんにちは赤ちゃん。こんにちは赤ちゃん。怖いぞ。なんかちっちゃくない？ちっちゃいやんね、こういうとこ。ちっちゃいやん。ちょっとちっちゃくなくなくない？よいしょ。寝た。ちっちゃーい。よいしょ。おしゃお、ちっちゃいの、うーん、あのね、でも普通ぐらいなのが好き。よいしょ。立ち見え、10個目さんいらっしゃい。よいしょ、この爆弾、俺のなんすよー。親子で来るのかな。ちょっと遠い、遠い、切れそう。遠い、切れそう。切れそう、切れそう、心から、ほい。愛していますよと。デリパーさんいらっしゃい。この爆弾、俺のなんすよ。闇の炎に抱かれて、消えろ！よし。よいしょ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 、いいや。お、見えない見えない見えない。それ見えないよ。さんさんいらっしゃい。あきまさんさんいらっしゃいな。あー、なんか来た。うんこ来た。これっすか。うわー、ちょっとやめてよ。おやめになって、おやめになって。こっちはでかい、こっちはでかい。おいしょー、やめい。やめい。お、移動した。よかったよかった、移動した。そういえば、あれつけようと思ったけど忘れ、なくなっちゃったの。持ってくの忘れた。ペイント瓶つけようと思ったけど、持ってくの忘れちゃった。ほいやー。よいしょー。ねえ、ペイント持ってくの忘れちゃった、ペイント瓶。よし。まこつ、338個目さんいらっしゃい。異常進化思い出す？闇の炎に、あー消えてー、おしゃだった。よし。そう、私のティガレックス、ひるみすぎー。あ、終わった。え、マジ。え、ちょっと、エッチーさん、350個目さん、さくらんさんいらっしゃい。詳細読んで、役目でしょ？よいしょ。ね、はいはい。ちょっとざっくりなけど。びっくりした。こんなもんかね。もう一匹が強かったりするのかな？よいしょ。ほい。はやーい。382個目さんいらっしゃい。早い店。相変わらず早い店。おいしょ。もう一匹がいないという、それは恐怖。それは恐怖。わこつ、388個目さんいらっしゃい。あ、いた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 。おいしょ。ほう、怖っ。びっくりした。どうも。寝てください。よし。よいしょー。はい、大キーライさんいらっしゃい。おーいしょー。これ最後の村声。そう、私の最後の村声だよ。394個目さんいらっしゃい。最後の村声ね、人によって違うんだよな。私はこれなんだよ。おし。この爆弾、俺のなんすよー。おいしょ。だいたいみんなこれだってさ。よいしょ。おいしょー。折れますよー。よいしょ。ぴょーん。
よ。はい、闇の炎に抱かれて消えろ。よいしょ。よし。あ、間違えた。よいしょ。見誤った。よいしょ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 。遠い遠い。はい、痛い。はい、辰巳 A のペッキオさん、22個目さん、23個目さんいらっしゃい。うまい、でも食らっちゃった。よいしょ。痛い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 。もう、よいしょ。怖い怖い。よいしょ。いい、闇の炎に抱かれて消えろ。うわー、びっくりした。じゃがいも、よいしょ。なめばあかんね。ちゃんとしよう。あ、もう引きずっとる。おいしょー。あ、動画参考になりました。ありがとうございます。どの動画だろう。412個目さん、413個目さんいらっしゃい。参考って言ったらあれかな、3分ハンティングの方かな。立ち見26個目さんいらっしゃい。女裸縛りは多分明日あげると思う。ねえ、一日置いてまた3分ハンティングダラーンってあげて、で、また一日置いて女裸縛りみたいな感じになると思う。裸縛りの方？ 3 分ハンティングもなかなかええで。3分ハンティングもなかなかええで。おすすめやで。よいしょ。あ、米入りました。ありがとうございます。よいしょ。楽しみにしてます。うい、よろしくー。ちょっと間空いちゃったからね。よいしょ。勢い取り戻していきたい。よいしょ。裸縛りでギャグを参考にしてる可能性。そう、3分にまとめるだけだから3分で買ってるわけじゃないかな。でも動画によっては3分で買ってるんやけどね。いないんだけど、マックスウェルさんいらっしゃい。3分見てくる裸縛りの狂人プリ。え、別に普通なんですか。え、狂人って失礼じゃない、ね、普通のことしか喋ってないんやけど。普通に一般的に、特に何のあれもなく実況してるだけなのに、狂人扱いとか。はーい、どうしたー、うんこー、うんこー、うんこー。マスクウェールさんいらっしゃい。これで3番か。サレンダーさんいらっしゃい。うんこ、うんこ呼んだよ、ラッツィ。はい、立ち見え、29個目さんいらっしゃい。くっそくそ、くっそくそ。よいしょ。コメント欄がくっそくそ。口をつつしめ。エルフルニトは群を抜いてた。ねえ、みんなね、パート中国好きだよね。443個目さん、立ち見え32個目さんいらっしゃい。よいしょ。爆弾置いとくー。よいしょ、念のためー。はい、この爆弾、俺のなんすよー。おつなんなん。なんや、そっくりやんか、これ。そっくりやんか。はい、蝶さんいらっしゃい。立ち見え、34個目さんいらっしゃい。5分前。え、でも終わっちゃったから、もう今日はここまでに。終わっちゃったから今日ここまででいいんじゃないのね。85歳いらっしゃい。どうしよっかな、そこまで言うんだったら。まだ続けよっかな、チラッチラッって、この鬱陶しい感じね。ハイパー鬱陶しい。鬱陶しいタイム。ハイパー鬱陶しいタイムです。ハイパー鬱陶しいタイム。ハイパー鬱陶しいタイムです。え、鬱陶しい、ありがとうございます。え、ケンタさんいらっしゃい。鬱陶しい、ありがとうございます。え、鬱陶しい、ありがとうございます。え、鬱陶しい、ありがとうございます。ペロさんいらっしゃい。え、鬱陶しい、ありがとうございます。今、鬱陶しいって言ったやつ、後で覚えときよ。
今鬱陶しいっつったやつみんな後で覚えとけよ。いいか。541個目さんいらっしゃい。今鬱陶しい言ったやつ、鬱陶しいって言ったエロおにぎり覚えとけよ。覚えとけよ。えへへへ。あ、どっちみや54個目さんいらっしゃい。覚えとけよ。マジ覚えとけ。あとで全部リストアップして Twitter や Facebook、また自宅の住所や、顔などを調べ上げた後、徹底的にやってやる。覚えとけよー。よいしょ、愛しい。595個目さんでしたよ。覚えとけよ。個人情報抜いてやるからな。覚えとけよ。よいしょ、どうしたの？結婚する？スリル。601個目さんでしたよ。覚えとけよ、お前ら。よろしくお願いします。おい。もうすでにされてるんですが、それは。じゃーん、じゃーん、じゃーん。何しよっかなー。ポケモン。あれ、これ終わりじゃないの？もしや。あ、終わりだね。うん。全部金色になった。終わった。ポッケの人にありがとうって言われて終わりだ。611個目さんいらっしゃい。よいしょ。よいしょ。考えながら喋るたどたどしい暴言ってどういうこと？私、シュラシュラとしか喋ってないですけど。よいしょ。じゃ、パッパパパーン！おしゃーん！オッケー。なんか新しい勲章ももらった。チュンチュン。歌はね、村のエンディングだから、エンディングのところだから、流れない。流れない。よし、終わった。村終わっちゃったよ。あっさりしたもんだったな。意外とあっさりしたもんやったな。びっくりしたわ。なんかもっと難しいティガリックスかなと思ったら、なんかちっちゃいこと、おっきいこと言っただけやったな。どうしようか。村の会でも見よ、あ、村じゃない、集会所の会でも見ようかな。え、タロエモさんいらっしゃい。集会所、うん、会を全然やってへんから、トラベルな。後で歌うよ、後で。よいしょ。あ、なんか、これもしかして電撃オンラインの、ルパン小島さんじゃない？これ、もしかして電撃オンラインのルパン小島さんじゃない？もしかしてだけど。じゃーん。金銀闘技場。金銀闘技場って村だっけ？ 634 個目さんいらっしゃい。いらっしゃい。じゃあ、じゃあ、ローだけ。よし。有名人だー。はーい。よいしょ。集会のソロ。そうね。やってっか。やってないやつ。モカティガレックス行く？そうしよう。もしかしてだけど、644個目さんいらっしゃい。じゃあもう一回、ティガレックス行くね。ちょっと待ってね。セッティンするから、セッティン。こんなもんかな。あ、メブちゃんいらっしゃい。久しぶり。元気？よいしょ。なりすまし？うん。めっちゃいるよ、昔から。昔からめっちゃいる。610個目さん。おっさんまおさん、たちめ72個目さんいらっしゃい。私ね、ずっと言ってるけど、ノラに一回も行ったことありませんからね。ノラに一回も行ったことありませんから。皆さん、なりすましにはご注意ください。よいしょ。せっつ。これじゃないや。これだ。これ。登録、オッケー。ずくどんぶんぐんぐん。ちっちちち。あ、でも、ノラもいい人結構いるよ。うん。行ったことないけど。私は行ったことないけど、多分結構いるよ。よいしょ。ツンツン。なりすまし。ほんとねー。うまいしゅるの？おい、行こう。なんか10人以上いるらしいよ、なりすまし。行きまーす。ま、ゲルカ見たらすぐわかるよねー。なりすましかどうかって。さあ、どこにいるんだろう。
4番2番とかかな。チュン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 、俺が、俺たちがなりすましだ。おでかい。よいしょ、よいしょ、こっちか。おいしょ、2番、あ、2番にいるの？マジで？いないじゃん。2番いないじゃん。ほら、ここ2番だよ。よーし、おちょき。よーし、おつけ。すき、すき、ちちりるる。7番じゃない？多分。7番っぽくない？ 7 番か。5番かってイメージ、うちは。チャンチャラン、チャーン、チャンチャラン。あ、一緒になりすまし、大体弱い。マジか。悲しいな。あれ、なんや。なりすまして動画宣伝するなりすましの鏡。やめて。やめて。おいしょ。ポンさんいらっしゃい。チャーン、チャンチャラン、チャン。きっと1から11のどれかやな。マジか、ありがとう。私もそうじゃないかなと思ってたよ。いいねー。2番 ?6 番行こうか。いないよー。これ探す作業が大変なんだよね。5番さっき行った。さっきってか今5番だよ。いない、もういないよ。ないないない。はい、674個目。さんエファさんいらっしゃい。よいしょ。4もいったって。13ないから、12もない。キャンプのとこ行ったら困る。あ！ 2 番に移動してた。おいしょー。ちょっと猫本当は連れてきたくないんやけど。暴れるからね。ただ、レベル上げないといけないから、連れてくるね。猫ちゃんのレベル上げないといけないから。ほい！ほいしょ！あれ？なんでやねん。今のタイミング避けてるやん、完全に。おいしょ。隠密行動してくれる猫いたらいいんやけどな。ほいしょ。ねえ、猫ちゃんね。夢とかだとちょっと。よいしょ。ターゲットをね、取られちゃうとね。よくわかんなくなっちゃうからね。よいしょ。よいしょ。痛いよー、痛いよー。よいしょ。いろいろ狙いすぎてるね。よいしょ。鳥にきどうせうち。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よっ。あれ？ん？気合い入れてたのに、貝に貝だと思うとさ、気合い入らないよね。よし、気持ちの問題あるある。わー、わかる。よいしょ。ナメプしてってる今。ナメプをしすぎて押されてるまであるからね、これ。よいしょ。ありまーす。ほい。よいしょ。お。あ。
さあ終わりだ。ほい、わたわた。待ってるだけの昨日にアディオス。なんだっけこれ。うん、新しい星が瞬く世界へ。Say away。だいたい毎日、同じ毎日。あ、ヒデだ。ヒデいね。ヒデ is Sprite Beaver。キャーン！おいで、痛いよ。よいしょ。うわー、痛い。おいっしょー、寂しいこと？あ、こっちスパーパーさんいらっしゃい。わーい、痛い。何してんの？ちょ、真面目に、真面目にやるです。真面目にやるです。真面目にやるです。真面目にやるもん！やる！ほんと！ほんと、ほんと、ほんとだから。こっから、こっからほんまやから。ほらー！どやん。なりつぼしから ?721 個目されちゃい。よいしょ。よっしゃ。じゃーん、じゃらーらーねんねん。カンクロさんいらっしゃい。ずんじフラッグ回収早かった。はい、猫西さん、生ちゃんいらっしゃい。ちゃーん、ちゃんちゃん。はい、アクチュアザマス。アザマス。でなーにゃ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 ー。はい、749個目さん、立ち目86個目さんいらっしゃい。恋した気持ちなくしちゃって、ちゃちゃちゃに聞いてみる。有料です。よいしょ。そしてため息まじりで言いました。俺の年収では払えねえよ、こんな額。よいしょ。わたった。雑談さんいらっしゃい。ちっちっちー。懐かしいね。俺の年収だ。みくん年収120万切るでしょ。なりこちゃんいらっしゃい。彼氏が集めたアイテムいいやん。そう、エヴァフリー。崩れそうな君のストーリー。あ、ジンオウが行こう。ジャッピーさんいらっしゃい。あ、これ捕獲じゃない？もしかして。やば。これ失敗確率上がるな。まずいぞ。まずいですよ。扶養対象になるやんけー。久しぶりに見に来た765個目さんいらっしゃい。おいしょ。はい、ジャムさんいらっしゃい。じゃーん、じゃーん、じゃらら。よし、行くぞー。軽い気持ちで駆られるモンスター。睡眠中さんいらっしゃい。ルパンさん、ルパンさんは地べたに這いつくばってもらおう。前からいつも参考にしてます。ありがとうございます。よいしょ。もっと動画見てください。よいしょ。120回ぐらい見てください。お願いします。ほい。チュ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 ンチュンチュチュン。うっかりキル怖いよね。まず、水爆して、様子を見ようか。こいつ最初、どこだっけ ?2 番だっけな ?2 番だった気がするな。おいしょ。あと118回。もっと見て。1動画あたり200回見て。おいしょ。よいしょ。そう、自動、そう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 、動画ね、ちゃんと自動で飛ぶようにしてるの。偉いでしょ。私偉い。
金太郎からございます。5番よかった、合ってる合ってる。あ、こんにちは、お世話になっております。私実況者のちゃちゃちゃと申します。よいしょ、とっても便利、実況者のちゃちゃちゃと申します。よろしくお願いします。おいしょ、ルドロス邪魔じゃん、邪魔くない、ルドロス邪魔くない。おいしょ、おーし、この爆弾俺のナンス。おいおいおい、お前何やってんねんお前ら何やってんねん、ほんまにさやですさやです、お前ら何やってんねん、はぁ、痛い。ほい、おっしょー。ええ加減になさいやー。ふたまたの枠40またぐらいあんねんけど。ほいしょー。ほいしょー。よし。ここは僕に任せるにゃ。おい、闇の炎に抱かれて消えろ。おっしゃー、彼氏の逆襲やめてー。おっしょー、ほいっと、おー、エイム下手になってんなー。おいしょ、よいしょ、おい倦怠期、ほい、おいしょ、なんでやルドロス関係ないやろ。おいしょ、あーもう引きずってる、あ危ないすっかり忘れてた、そうだこれ捕獲クエやん、捕獲クエやんけ、危ない、僕やんけ、あばあばい、おにゃーいって、ズボッシュ、おいしょ、はい、お疲れ様です。よいしょ、ご視聴ありがとうございました。はい、立ち見え99個目さん、829個目さんいらっしゃい、拍手でございます。はい、ゆうきやすさんいらっしゃい動画の人だ、フラーニューさんいらっしゃい、はい、拍手ありがとうございます、ありがとうございます、拍手ありがとうございます。マッシュさんいらっしゃい、え、嘘でしょ、ツン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 、ジュースバス、ジュースショッパーカーン、じゃーん、え、まだやるよまだやるよ、どーたーん、たらららん、たーん、たーん、よし、猫によく討伐される、ふん、次が、はーい、明日月曜日、気のせいだよ、明日も日曜日、明後日も日曜日、毎日がエブリデイだよ。ツンツンツン。どうしようかな。パッション炸裂究極アフロ。何これ切れそうなんだけど。これタイトル切れそうなんだけど、何これ、パッション炸裂究極アフロ。何これ、毎日がエビバーディ。エブリデイ。何これ、タイトル切れそう。アフロ。869個目さんいらっしゃい。ね、煽られてるような完全に星。エビバディせえねえみたいな感じ。いくよ、毎日が毎日。いいでしょ、チュルチュルチュル
ストだよね。8番かな。どこにいると思う ?8 番かな。8番だよね、多分。寝ても覚めても明日は月曜日 ?4! あ、4なの ?5 はいないよ。4。これで4じゃなかったらキメラどうするの ?886 個目探して7はいないんでしょ。4じゃなかったら今4って打つ人、3点倒立してね。キャンプいない !888 個目さん、890個目さんでしょ。あ、4いた !3 点倒立は免れたのであった。ほいしょー、ほいによっ、どんだけ飛んでんのー、ほいしょー、よいしょ、よし、あー、じゃ空気読めよな。寝た寝たーい寝たーい寝たーい。この爆弾俺のなんすよ。よいしょ、いいよ、おいしょー、オッケー、かよいしょ、わー、2タイム、ほーいしょ、落とし上がり、シュー、超エキサイティング、ほいっと、よいしょ、そろそろ、オッケーオッケー、つくだオリジナルかな、あ、しまった、わーん、 3D アクションゲーム、そうだね、ほいっと、よいしょ、よいしょ、相模、サガメオリジナル違うな。あ、嘘嘘嘘、痛い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 。よいしょ。ふぅ。よいしょ。夢前です。ありがとうございます。お。よいしょ。あっ、マジか。痛いよ。置き去りされてる。もう。もうそろそろね、逃げんじゃないかなと思って。闇の炎に抱かれて、消えろ。猛襲かけてんだけど、全然逃げない。だって、水爆もしたしさ、よっ、よいしょ、朝チューンされた、朝チューン、よいしょ、もうそろそろやと思うんやけどな、毒々落とし穴、多分入らないで逃げそう、入ってくれたらいいんやけどな。ふぅ、ほいしょ、入ってくれるかな。あ、終わった終わってしまったでござる。電気代ね、自由感になるね。拍手ありがとうございます。
あざまーす、あざまーす、拍手ありがとうございます。あざまーす。パン、プラパン、プラパン、パッパン、よいしょよいしょー。チン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 チラリン、チン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 、チン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 、チルルン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 。来たら待てた。イエイ。120個目されさい。いつ目でも上手。いやー、いやー、なんか気分によるよ。気分によって全然プレイヤースキル変わるよ。うん。チンチン。よいしょ、あっち。私ね、全然知らなかったんだけどさ、なんか追いだきあるじゃん。追いだきってさ、あれなんだね。追いだき機能ついてるとこしかありえないわって思ってたんやけど、追いだきってなんか別途で買えるんね。追いだき機みたいなやつ2、3万で買えるらしいじゃん。947個目さん、いらっしゃい。うん、追いだきのねやつ、うん、そう、みんな知ってた？私知らんかってさ。知ってた？お風呂、そう、追いだきないとことか絶対住めないと思ってたけど、いや、全然追いだきのやつね、追いだきグッズっていうのがあって、あ、ちょっと待ってちょっと待って、追いだきグッズで調べたら、あの、こういう、うんこっち運びさんさ、いや工事費とかはないけど、うん、いや追いだきで検索したら追いだきグッズっつって、うん、いいですね。いや眼福眼福。いや私お風呂で過ごす時間長いんだよな。なんかテレビとかついてると割と嬉しいタイプ。なんかこう、沸かし太郎っていうのがあって、見てよこれ。なんか、いろいろあるんだけど、これ。沸かし太郎。これ名前さ、これ沸かし太郎って、みたいな。これコンセントがついてて、そのまま湯の中に入れるタイプらしいのよ。沸かし太郎。こう。こういう感じで。沸かし太郎。こういう感じでね。こうやって中に入れるタイプ。こうやって暖かくなるんだって。おいし、ケアキズ、ここにさんいらっしゃい。いや、なんかでも怖くないんだって。全然。そういう、あの、感電とかあるんじゃね？みたいな話になってるけど、今んとこそういう事故とかないみたいな。電気代はね、あの、1時間3円から4円だって。立ち見え124個目さんいらっしゃい。だから意外と追いだき使うよりこっちの方が安いみたいな。投げ込みヒーターと同じ原理。そうそうそう、そんな感じ。今んとこない。でももう発売して10年以上なんだよ。形と同じ。そう、良さそうよね。あ、これいいじゃんと思ってさ。今、迷ってんのがね、なんか、月7万ぐらいね、追い泣きないけど、安いじゃん、月7万、家賃。追い泣きないけど、すごい、安いみたいな。初期費用もなんか25万ぐらいのところか、または、なんか初期費用50万ぐらいかかるんやけど、月10万ぐらいするんやけど、でも、なんか、お風呂に、テレビついてて、みたいな。両方月、築10年ぐらいのところ。月10万、でも前私住んでた時に13万7千円ぐらいだったよ。戸建てやってんけどな。よいしょ。ハイパー、湯沸かしタイム、ハイパー湯沸かしタイムです。めっちゃ迷ってんねんな、そこで。ね、東京で7万安いよね、マジで。家賃2万8千か。あ、湯沸かしありがとうございます。1024個目さんいらっしゃい。ようこそありがとうございます。ようこそありがとうございます。元気者さんいらっしゃい。ようこそありがとうございます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 。まあ、入りながら湯沸かしできないタイプのやつとかにしたら感電の恐れもないんじゃないの？わかんないけど。入りながら湯沸かししなきゃいけない。120、立ち見え128個目さんいらっしゃい。
え、若さんありがとうございます。うち3万なのか。3万東京で3万マジ違うね、地方だよね。地方だ、霧島さん。え、若さんありがとうございます。青森で 7.5 万って結構いいんじゃないの。知らないけど。説明129個目さんいらっしゃい。東京で10万普通だよね。あ、こんばんは。1069個目、68個目さんいらっしゃい。オートロックとか、あと、浴室、乾燥機とかどうしてもついてたら、10万とか割と普通だよ。やらさんいらっしゃい。よいしょ。東京で3万か。横浜で 7.8 万よいしょ。今大阪。大阪ね、家賃安いとこすげえ安いもんね。1075個目さんいらっしゃい。ちーちゃんオートロックいる。ちー。給料の3、4割。そうだね。そんくらいにね。抑えないと私。あ、今私、給料の何割か言おうとして。言おうとして言ったら私の給料バレちゃうじゃん。月収バレちゃうじゃん。よいしょ。目黒で3万とこ行った。風呂なし、トイレ強度、それ無理だわ。危ない危ない。やばいやばい。計算の準備はできてた。私前住んでたとこ13万7500円でしたよ。でも駅徒歩3分ぐらいだったけど。7500円かな ?13 万7000円台だったはず。それで、駅徒歩3分ぐらい。戸建て借りてた、戸建て。0歳でさえ、人の給料ばらしてんのに。だって、ミキくんって、人じゃないじゃん。だって、ミキくんって人じゃないじゃん。よいしょ。はい、1092個目さんいらっしゃい。そうだったのか。みっくんは人じゃないよ、ニートだよ。社会人であらずんば、人にあらずだよ。今すごい暴言言ってる。よいしょ。みきひろという徳島の概念。あ、キリンさん行こっか。そうだね。みきくん、キリンさん行く。行くぞー。ニートは人にあらず。待って、うちの枠多分、ニート結構いるやろ。ほとんどニートで形成されてるやろ。実は。やめたれや。みっくん、僕は応援してるよ。全部ひらがなですね。よし、行くぞ。ニート、休職してるだけか。そうか、しょうがないな。それならな。君は悪くないで。あ、ギルドフラッグはとても熱い。ギルドフラッグはとても熱い。おし、暑かった。筋トレかじゃます。ニートじゃないもん。充電期間だもん。はい、うどんさん1131個目さんいらっしゃい。落ち込むこともあるけど、僕は元気です。はい、1132個目さんいらっしゃい。ぽーい。あとはぽーい。ニート大物一銭もいず。1138個目さんいらっしゃい。よいしょ。霧島さん、最近さ、ギャグが本当に寒いよね。キリシロさん、最近ギャグが本当に寒いよね。ね、キリシロさん、最近ギャグが本当寒いよね。ねえ、キリシロさん、最近ギャグが本当寒い。ねえ、キリシロさん。ねえ、キリシロさん、最近本当に寒いよね。ねえ、キリシロさん、寒いよね。ニコニコさんいらっしゃい。何回でも、何度でも、何度でも、何度でも、なん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 、君と、なななん、なななん。よいしょ。甘い。よいしょ。よいしょ。ドリカム、そう。あんま知らんけど、この曲。よいしょ。これ、寝るかな?一末の不安が。睡眠体制高かったっけ?なんか水爆のイメージだったから睡眠、そんなに耐性ないイメージだったんやけど。え、やっと寝た。夢とにゃんにゃん。ほい!この爆弾、俺のなんすよ。ね、キリンさんハンマーとかね、やりやすいよね。あと片手とか。ほい!おいしょー。ジェレッジェ。ほい!危ない。
い怖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 い嘘おっいけてる闇の炎に抱かれて消えてオッケー消えたよいしょー瓶装備かわいいよねよいしょ危ない危ない小役さんいらっしゃい耳切りになれると楽しいあそうなんだおよよいしょオッケーオッケーよいしょよいしょお世話になった人を意味深よいしょ惜しい本が熱くなるなにょ怖い怖い冬でキリン楽しい結構スタン取れるもんねおいお疲れ様でーすよいしょはい浜翔さん1180個目さんいらっしゃいあっちゃんあれ、ノーダメージだったんじゃない?やったー。はい、モスさんいらっしゃい。アクションでまーす。はやなーい。はやなーい。あ、ギルドフラッグダメージあったか。ち。1210個目さんいらっしゃい。チャララン、ニャ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 ン。ギルドフラッグ。とても熱い。ツンツン、ツンツン、ツン、ツルルン、ツ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 ン。ツン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 そのまま3分ハンティングできたかな3分に19秒まあいけるね確かにいける3分台だったいやーギルドクラスクは強敵でしたねツンツルルン徳島そうだねあちんそうだねでも私今あれだからな俺も出演してるからさ電撃オンラインのあの公認実況だから東京に住まないといけないんだよあとどちらかというと働いてるし実は気づいてないと思うけど私一応社会人ですからねなんかあの一部ニートとか思ってる人結構いるけど私一応ね働いてるんですねあ最初金か気づいてた私社会人なの嘘、そう、17歳の社会人なんだよ。配信業、お金は儲からないんですけど、どうやって、チャンネルくださいよ配信業したいから、ニコニコさん私にユーザーチャンネルくださーい !1254 個目さんいらっしゃい。よいしょ、くださーいマジかよ、新発見だよいしょ、おい、運営見とくか配信業したいんやからな頼むでよいしょ、頼むでちっちっちっち。運営はよ。私にユーザーチャンネルくださーい。お願いしまーす。大卒でーす。1281個目さん、1287個目さんいらっしゃい。え、なんでコミュニケーションやめなきゃいけないの?よいしょ、引きこもりたい。引きこもりたい。引きこもりたい。ちっちん、ちんちん。よいしょ。え、見てるとチャンネル来ないの?なんで?じゃーん。あれ何行こうかなどれ行こう、うんうん、どれも嫌だなどれも嫌だな、うんうん、星2とか行こうか息抜きね17歳大卒そう飛び級したことにしよう設定的にあーは腹拍手しそう腹がスカブレ行こう、うん、じゃじゃーんじゃんじゃんじゃん吹き出しついてるの?吹き出しついてるとなんかいいの?なんか新しいクエスト出るみたいな?くしゃみまだ出ないよねえアメリカ初にそうね17歳大卒かわいいまだしてないからまだしてないよいしょえわい息抜きに駆られるんですかよいしょツン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 チンチンレンチ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 ンレンチンチンよいしょねファミ通系列じゃなくて電撃系列に出演してるから出版社的に厳しいえ一緒だよえファミ通電撃だよえっちん
一緒じゃないけどね。一緒じゃないけど、同じ会社だよ。チュンチュンチュン。チュルルルンチュンチュン。おいしょじゃん。よし、行くぞ行くぞー。モンハン。あや !1387 個目さんいらっしゃい。よいしょ。よいしょ。チュルチュルルルルン。あれ、何来たんだっけ、これ。息抜きに何来たか忘れちゃった。あ、鉄かぶらかな。鉄かぶらだったら、3番か7番。鉄かぶらか。くんじゅ違うな。ラングローでもない。お、金太郎かございます。油さんこっちかな。おいしそう。ここでカブラさん戦うのなんか新しいよね。いた、こんにちは。こんにちは。カブラ。おーいそう。イントロございます。ほい。よっ。よいしょー。よいしょ。こんにちは。息抜きにしに来ました。よいしょ。いわー、痛い。寝た。寝たー。ほい。よいしょ。よいしょ。競争はね、なんだろう。ストレス。ノーストレス戦法だよね、競争役。放送ないとストレスたまる。スタミナ管理という新しいことをしないといけないから。よいしょ。よいしょ。タバコみたい。私タバコ吸ったことない。よいしょ。怖い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 。おっしゃー。闇の炎に抱かれて消えろ。よいしょ。よいしょ。見えない見えない。ほい。おつ腹中のポーズ。お酒飲んでも2杯までかな。2杯も飲まないけど、なんか人と飲みに行くぐらいしか飲まない。自分で家とかでは飲まないから。拍手ありがとうございます。これトリニティレーブン2だね。3じゃない。チュン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 。はぁ、あぁ、うん、一応いる。一応一緒に行く人、たまに、いるよ。17歳成人してます。1538個目さんいらっしゃい。会社の人とは行かない。逆に。ほとんど行かない。取引先とかは、昔は行ってたけど、今は取引先とも行かないね。ご視聴ありがとうございました。私ビール飲まない。飲めるけど。飲めるけど飲まない。一応勧められたらビールでっつうけど、基本なんか梅酒とかが好き。てか梅酒が好き。ルパンさんと飲んだことないね。よいしょ。ずーん。よいしょ。なんか仙台行った時に、牛タン食べに行った時にルパンさんだけ飲んでたけど、私は飲んでない。カクテル飲めるよ。梅酒いいでしょ。梅酒美味しいんだよ。飯美味しいよね。飯、ロック。チュン、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 チュン。おいしょ。じゃん。よいしょ。美味しかった、牛タン。
日本酒作ってるところの梅酒美味しい。あ、嘘だよね。そうそう、ウイスキー作ってるところも美味しいよ。でもなんかウイスキー、日本でね、ウイスキー作ってるとこで、ウイスキー作ってたるで梅酒作るとほんのりウイスキーの匂いして結構美味しいかもしれない。あ、自分でつけてる人結構いるよね。私はつけたことないけど。1592個目さんいらっしゃい。梅酒の梅の実が美味しい。1610個目さんいらっしゃい。家で飲むのか。家でね、飲む人だったら家で梅酒つけるんだけど、私家で飲まないからな。家で飲む人だったらつけるんだかな。そうじゃないからな。ドスマッコいる。マッカをするか。ドスカをマッカ行くか。よいしょ。100種類ぐらいお飯あるの、それすごいね。テイスティングできんのかな。なんか、蜂蜜梅酒とか、蜂蜜、紅茶梅酒とか、そういうのも好きだけど、どちらかというと普通の梅酒の方が好きかな。まっこさんは競争飲まなくていいや。新宿にあるんだ。へぇー。顔真っ赤ー。5番だよね、多分ね。真っ赤おさん。美味しそう。あ、長屋の梅、あのね、家で飲まないから。外で長屋の梅ある？あんまなくない？よいしょ。梅酒ってあんだ、渋谷に。あ、マンゴー梅酒とか、梅なのかマンゴーなのかみたいな。マンゴー酒でいいよね。なんか、アンジュ酒みたいな。人露酒、新露酒みたいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。え、ワイには全力で来てくれないんですか？うん。てか、よいしょ。どこ？おいしょ、おいしょ、おいしょ。新ルチューか。あんま飲まへんから分かれへん。おいしょ。ね、アンジュ酒おいしい。でもやっぱ、でもやっぱり梅酒が好きなのな、うち。カイマップアピールそれ許されない。あっ、あっ。お疲れ様です。じゃじゃんじゃん。お疲れ様です。じゃらなん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 。アクシャーでまーす。イエーイ。カルアミルク、ジャガ最高。それあるな。黒豆茶とか好きやで、うち。自分で家で水出しして飲んどるで。黒豆茶、おいしょ。チュンチュルルン。おいしょ。じゃじゃらら。こんなもんかな。よし、今日は頑張った。プシャーン。よし、じゃあ今日はこの辺で失礼したいと思います。うん、動画を明日あげるから、それをちょっと撮らないといけんかい。ほんとは1時間で終わろうと思ったけど。ちょっと炎上しちゃった。アマゾンさんいらっしゃい。えい、100、立ち見で172、小林さんおうちです。
で今日も来ていただいた常連さん、初見さん、また明日もお待ちしておりますね。おつかり様でした。またね。バイバーイ。あいおつおつ。あいおつおつ。おつだよ。またね。うん、したらまた。おつおつ。おつだよ。おつかり。うん、動画ね。みんなよろしくね。今上がってるやつも、最近バババって上げてるけど、今月結構上げると思うから。みんなよろしくね。多分、まあ、違う時もあるかもしんないけど、女裸縛りで、1日中1日上げて、3分3分って上げて、中1日上げて、女の裸縛りのループだと思う。多分ね、わかんない。もうね、女裸縛りも3分もネタはね、完全にできてるから、あとは撮るだけなんやな。ふふふふふ。ふふふふふ。またね。バイバーイ。はい、YouTube からご覧の皆さん、どうぞ右下の高評価ボタン、またチャンネル登録、よろしくお願いします。またね。バイバイ。